はい、これ私たちのチームのフライヤーとステッカーを。あ、すごい。ありがとうございます。近いんですよ。すぐそこです。え、そうなんですね。の上にあります。あ、そうなんですか。へえ、本当に近くですね。え、このままいただいちゃっても大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。すごい。はい、ぜひよろしくお願いします。こんな近いところにこんな綺麗な。ヘビを解体したんですか。はい、自分でヘビ柄を作りました。嘘です、こういうペイントになってた。何、ヘビなんですかね。どこで売ってんのそんなの。これ広島で買いました。でもこれあの自分家の椅子が白色なんですよ。で普通に座るじゃないですか、乗いたらあのインクついちゃって、白の自分の椅子があの今青くなっちゃった。背もたれとか落ちちゃう。だから最初の頃洗濯やばかった。どんな生地なのこれは。あ、普通のジーンズです。なんかめっちゃストレッチが効くジーンズなんで、最初はあのあれです、ズボン履いて出て帰ってきたらもうここ全部真っ青、中全部真っ青。やばそれ。やばかったです。もうみたいな感じで、トイレ、ね、そうトイレ行くためにあやばい真っ青だって。怖いね。治安悪い。そうもういろんなところがもうカバンもこうやってかけてても擦れて青いし、やっと今いい感じに何もつかないけど。これすごい、初めて見た。何、ハト売り、ハヤト売り。本日もフラットさんが行く、ご視聴ありがとうございます。いいな、面白かったなと思う方、ぜひぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。